はい、オルガンライフです。今 UQ モバイルのデータ通信の画面ですね。ここでターボ機能、ここを節約にするといわゆるパケット代に入らない、環状に入らないんですよね。ただ200kbps と非常に速度が低くなる。この状態でナビが使えるか、 Google マップのナビが使えるか、これやってみます。まあ、更新して節約モードになっていることを確認します。 Google マップで目的地どこにしようかな。このカントリークラブにしますか。経路、車、やっぱちょっと遅いですね。遅いです。うん。これ、あ、でも、なんとか使えそうですね。いや、開始。ナビが使えるか。行きましょう。こっから7分みたいですね。パケット代無料で、ナビができるか。しばらく道なりです。データ通信量ナビってほとんどなさそうですからね。一応反応してますね。4km 先左折するって書いてありますね。4km 先。っていうことは、一箇所曲がるだけかな。あれ、ちゃんと移動してるのかな？あ、移動してますね。カーソル移動してます。これ自分が中心じゃ、あ、ある程度中心になるのかな？まあ、これでナビが使えれば、うん、パケット代気にせずに、いろいろできるのかなってね。ブログとか読んだら、YouTube の動画も一番品質を下げれば見れるらしいとのことですね。だから、綺麗な品質とか、そういうの求めなければいいのかなって思いますね。うん。これで使えれば、一ヶ月一番少ない1ギガ契約にしといて、それで、速度制限かけとけば、十分使えますからね。2.9km 先左折する。うん。案内はちゃんとしてくれてますね。使えるわ。十分使えるんじゃないかなってね。まだまだですね。5分。5分もかかるんだ。信号待ち。なんか、口が寂しい。なんかやることないから寂しいですよね。じゃあ行きましょう。あと5分。3キロ。1時に着きますね。今、12時55分。ゆっくり行きましょう。この道って、なんかやたら車飛ばしてくるんですよね。まあ、一応、ゼブラっていうか、ゼブラじゃないか、この、点線だから抜いていいんですけどね。うん、まだ5分。意外に時間経つの遅いですね。ゆっくり行きます。安全に行きます。スピード出すと、捕まっちゃいますからね。捕まるとお金払わないといけない。あんまり悪い気を、あんまし悪い気はないんだけど、まあこれ言うと、ルール違反だから悪いことだろうって言われそうだけど、ナビはちゃんと動いてます。一発目案内してくれるかな。でもここにナビがあるから、うん。別にって感じがするんだけど、
まあ、これ関係なしに、この UQ モバイルの、この低速モード、節約モード、それがどのくらい使えるか、それのデモということで、それのデモということですね。あと少し、あと少しでも、さっきから1分しか経ってないのか。どういうこと？それとも、私が走る速度が遅いから、長めの、あ、いきなし3分になった。いきなしじゃないか、別に。なんか、5分が4分になるのと、4分が3分になるのとで、なんか時間差を感じましたね。4から3の方がやたら短かった。短い。ん？長かったか？長かったって感じ。案内してますね。トンネル越えたら、すぐ、左折。ということですね。うん。なんか、ライト照らしてくると、なんかやばいことあるのかなって思うんだけど、この先トンネルですからね。500メートル先。ライトつけましょう。左方向です。トンネル越えたら、てかトンネル抜けたら左折ですね。トンネル越えたら左折。ナビはズームしてますね。では左折します。左方向です。その先斜め左方向です。それで中入るのか。あれはなんだ、カメラだ。南に進みます。およそ600メートル先、うん、あ、誰かお客さん来ると思って待ち構えられてるのかな。それ嫌だな。ということでクラブハウスの方には行かずに、この第三駐車場というか一番遠い駐車場、これ終わります。意外にぐるっと回れるかと思ったら、あ、回れるわ。車多いですね。一番遠い駐車場にも車が多い。え？なんかここの駐車場めちゃくちゃ車が少ないと思って。いいかな、南に進みます。そういう、こういうデモにはいいかなと思ってたんですけど、めっちゃ多いですね。およそ100メートル先、左方向です。しっかりナビできました。ということで終わります。では、バイバイ。